Okay guys, so I've got a complete banger for you in this video. On the 26th of December, we expect a newly crowned Super Bantamweight champion to begin their reign once Naoya Inoue and Marlon Tapales take to the ring. The likelihood of Inoue taking this top spot is significantly high. Now in line with this expectation, we have the potential for Naoya to have a title defense fight against John Riel Casimiro. Across all of my posts, I have observed a high demand from many of my followers and viewers that Casimiro is the man to cause big problems for the pound-for-pound star, Naoya Inoue. In today's installment, we are going to take a look at Casimiro's latest performance against Japanese boxer Yukinori Oguni and see whether or not those claims possess any merit. Okay, thoughts and opinions at the end. Let's get into the action. はじめにフィリピン共和国国歌を独唱いただくのはジャズ・ラミレズさんです。バヤンマリリオペラスナンシラガナンアラムナンプソサディピオイブハイドゥパンヒニランDuyang ka nang magiting sa manlulupig Di ka pa sisiil sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bughaw May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdiningning Ang bituin at araw niya'y kailan pa may di magdidilimDupa at araw ng luwang hatid pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya ng pagmay mga api Ang mamatay ng dahil sa'yo Philippine Kyokoku Kokka の独唱はジャズ・ラミレズさんでございました。続きまして T さんによります日本国国歌君が代の独唱です。君が代は T さんによります日本国国歌君が代独唱でございました。ご協力ありがとうございました。どうぞご着席ください。メインイベントスーパーバンタム級10ラウンド、この試合の日本ボクシングコミッションの試合役員はコミッショナー萩原実、スーパーバイザー田中恵子、同じくスーパーバイザー片山翔造、タイムキーパー野中淳太、チーフタイムキーパー高橋純一、コミッションの負担は中村雅彦、リングサイドコミッションの負担は新井隆。またこの試合を選定するリングサイドの3名のジャッジは寺山周平、同じく飯田哲也、同じく田中浩二、そしてこの試合をストップする唯一の権限を持つレフリーは福地裕二。それではベデルタプレゼンツトレジャーボクシングプロモーション4、本日のメインイベントスーパーバンタム級10ラウンドを行います。
まずは赤コーナープロ戦績は37戦33勝4敗33勝のうち22勝がノックアウト。公式競技はスーパーバンタム級リミット122パウンドフィリピン共和国レイテ出身。現在のスーパーバンタム級におけるランクは WBC 第7位 IBF 第6位そして WBO 世界スーパーバンタム級第3位元 IBF 世界ライトフライ級元 IBF 世界フライ級そして世界王座3階級制覇元 WBO 世界バンタム級チャンピオンジョン・リエールクアドロ・アラスーパースター初めて日本にやってきました元世界3階級制覇チャンピオンジョン・リル・カシメロ。そして青コーナープロ戦績は25戦21勝2敗に引き分け21勝のうち8勝がノックアウト。公式系では同じくスーパーバンタム級リミット122パウンド角エビ宝石事務所属元 IBF 世界スーパーバンタム級チャンピオンオグニで世界を今夜揺らすか元世界王者小国幸典です。フェデレタプレゼンツトレジャーボクシングプロモーション4いよいよメインイベントスーパーバンタム級の一戦です。全10ラウンドで争われます。一気にヒートアップした有明アリーナ。まずは第1ラウンドです。共に黄色いグローブを身につけています。右のフック、そして好戦的に距離を潰していった。しかし小木も返します。カシメロが近くにビボディ、さらに右フック、右だ、思い切り振っていった。さあさらにここでまとめるか。しかし一方頭を下げながらタイツ小木、右のストレート、しかし右フック、カシメロが前に出ます。カシメロが小木を今ロープに背負わせ、そしてまた右振っていきます。さて山中さん、はい、早くもカシメロ。そうですね、カシメロ、まあ、スタートから来ることは分かっていましたが、しかし来ますね。来ますね、まあ、とにかく相手のボクシング分からない、読めないというふうに小木は話をしていたんですが、今度は小木の身のストレートを出していきました。さあ今ロープを背にしているのはカシメロの方でありますが、この大井選手もしっかりと追いもらわずに、ポイントを見ていますよね。そうですね、まず序盤の見どころどういったところでしょうか山中さん。はい、まあ、カシメロはああいうふうにあのスタートから、しっかりと左右のパンチを振ってくるんで、まあ、しっかりと小国選手も、はい、まともにもらわずに、うまく組み立てて、徐々に徐々にタイミングを合わせてリズムを取っていきたいですよね。なるほど、右のボディストレートを放っていきます小国です。元世界王者ワンツースリーフォーと放っていきました小国です。大歓声が巻き起こっているここ有明アリーナ。左のジャブを出していきます小国、ミノック打っていきましたカシメロ、右だ、ストレートも出していきました。さて岩佐さんはこの状況どうご覧になっていらっしゃいますか。そうですね、やっぱ予想通りカシメロ1ラウンド目から来ましたね。でもやっぱ小国さん冷静ですよ、はい、やっぱちゃんと分かってるし、最初ってのは大事だし、小国さんはこういうことに対して本当に準備ができる人なんでね、はい、はい、左のボディを放っていきます小国です。一方ジャブを放っていくのはカシメロの方ですが、ワンツーを放っていきました小国、右のキックを出していきました。これ後頭部ラビットパンチを注意されました。さて山田さん、まあ、本当に岩瀬さんのおっしゃる通り落ち着いてますよね、小国はね。落ち着いてますね、はい、まあ、リダーボディストレート、攻めてくるというのは、もう分かっていたことなんで、リダーフック右ダブルです。そして近づいていった小国、そして右のボディストレートを放っていきます小国。そして一方のカシメロは左のジャブをかいくぐりながら、小国選手も攻撃もいいですよね、そうですね、はい、シャープでいいです、ね、左フック小国が来ました。攻撃した後注意しないといけないですね、右フックです。左フック強度を当てる右フック、フルピンまで、そしてここでまとめていくか、前に出るカシメロ、近づいていきます。プレッシャーをかけていくのはカシメロ、頭を振りながら近づいてくる。さあ小国はワンツーを返していく、そして左のジャブからのストレート、綺麗なボクシングを見せます小国幸典です。あっという間に4のユニックだ、そして右フック、パワフルに振っていく右のボディ、元世界3階級チャンピオンの、おっとちょっとバランスを崩しました。今のはスリップです小国です。残り時間はとわずかになりました。第1ラウンドです。左
左のフックを振っていきますカシメロ。ここで第1ラウンドが終わりました。大盛り上がりのここ有明アリーナ、カシメロ VS 小木の一戦です。それではまず両者の対戦成績をご紹介いたします。元世界3階級制覇チャンピオンのジョン・レイル・カシメロ、狙うは井上尚弥の組です。ここまで37戦して33勝4敗、そして33勝のうち22個のノックアウトを奪っています。対するは青コーナー、元世界王者の小国幸典です。ここまで25戦して21勝2敗2分け8つの KO を奪っています。今回は去年5月栗原戦のドロー判定以来およそ1年半ぶりの試合ということになりました。岩瀬さん、はい、第1ラウンドどんな印象でしょうか。そうですね、本当に柏村来ましたけど、本当に小国さん冷静で、小国さんもちゃんとエンジンかかってます、はい、ちゃんと冷静に見えてるしちゃんと返せてます。そうですね、はい、さあここはまた近づいていった柏村、近づいてきます、右から位置から小国選手も行ってますからね、ボディ頭を沈めながら打っていきます。はい、山中さんどうぞ。まあ、いけそうという雰囲気で、初回から言ったでしょうけど、まあもう少し、慎重に戦ってもいいのかなと僕は思いますよね。そうですか。まあ、とにかくですね、怒涛の攻めを見せますからね、柏村がね、そこに追い込まれないようにしてるからね。小選手は気合入ってますからね、周りが無理と言っても勝ち星を拾ってきた、番狂わせを起こしてきた、そして世界チャンピオンになった、グズマンを倒した、それが右の歴史の人生です。今回の柏村戦、その再現はなるでしょうか。今回タイトルマッチではありませんが、ただ食えばでかい相手です。どん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 行くことでカシメロのこの勢いを殺していますよね。そうですね、ワンツースリー、そしてコンビネーションをつなげて右のボディから左に右フックを放っていきます。小国です、左のボディアッパー、さあ左から右フックを放っていきますが、お互いにボディを打ち合っていきます。右フック、カシメロ右フック振ってった、スリッピングがある、そして左フック、右フック、ちょっと動きが止まった小国、さあ右フック、思い切りフルスイング、カシメロが迫る。いや、岩瀬さん、はい、あのフックがあるから怖いですね。怖いですね、ガードの上からでも関係ないですからね、ガードの上からでも当たっていれば一つリズムに乗りますからね、はい、さあアイドル、こんな構成になるか、ワンチョを放っていきました、ボディストレート、小国です。そして左のボディから右ストレートを放っていきます。小国、そこはかわしています。カシメロ、身長差は9センチ上回っているのは小国の方でありますが、その距離を吊るしていきます。カシメロ、山中さん、はい、やっぱりファイトスタイルはこの好戦的な戦い方ですよね。しかし、そうですね、作戦かもしれないですね、はい、こういうふうにあえて詰めていくことで、なるほど、カシメロの攻撃を、抑えて自分のペースに持っていくという、相手に詰められるよりも同じこう近くで戦うんだったらば、やっぱり自分の方から攻めた方がいい、自分の方から近づいた方がいいという小木の選択かもしれませんね。右のストレートボディ、最後ボディ放っていきます、サッパー、そして右フックを放っていきました。これどうでしょうか、ロープに詰めてですね、おっと左フック、これはうまくバックステップでかわしました。奥にワンツー、右のストレート、左ボディ、そして左コンビネーションつながって右ストレート、さあここで捉えるか、右ストレート放っていったカシメロになりますが、話出てますね、カシメロが鼻から出血が見られますかね。いや、岩瀬さん、はい、やっぱりこれ近い距離で戦うなら自分からという奥にも考えですかね。真っ向勝負でしょうね、真っ向勝負、どんどん攻めていきます。気持ち感じますね、そしてその拳、オギのパンチ一つ一つ、一発一発からは人生を感じられます。さあワンツーを放っていこうというオギです。左のジャブ、しかし前に出る、今度はカシメロも少し前に出ました。ボディストレート、左フックを放っていきます。頭を下げる、オギ右フックだ、右フックを放っていった、左アッパー、右アッパー、消してる、消した、オギに返しました、ワンツー右ストレート、カシメロのコーナーが襲いかかっていきます。第2ラウンドが終わりました。各ラウンド嵐のようなラウンドが続いています。山中さん、はい、第2ラウンドいかがでしたでしょうか。いや、小国選手すごくペース取っていましたけどね、まあ、最後の一つ、危ないパンチというのはあったんで、はい、この辺の印象がどうかなというのはあるんですけど、やはり作戦ですよね、はいはい、そういうことですね、その勢いを殺して、前にどんどん行って、まあ、攻撃はもちろん気をつけながらということですよね、はい、カシメロもあれだけやっぱりパンチ振っていったら、疲れは絶対溜まりますからね、小国気取りが話をしているんですが、前半で終わらん限りめちゃくちゃしんどい試合になるやろうなというふうに話をしているんですけれども、それはやっぱりここでまず主導権を握るということなんですね。そうですね、逆に勢いづかせないということで、あれだけ前に出てるんですよね、
ラウンド3、はい、前半戦下げているところがあるかもしれませんね、さあ第3ラウンドが始まっていますが、やはりお互い近い距離、お互いの頭が近い距離になっています。さあここは左ジャブから右のストレートボディに放っていく小国です。そして一方ワンツービック放っていきました。カシメロ左クラブ、ちょっと足につけるかもしれないですね。あ、そうですか、はい、そして右フック放っていきます。ただ距離を潰していく小国、細かいコンビネーションブローを放っていきます。左のボディ放っていきますが、しかし右振っていきました。ただ右のストレート返していきます小国。大泉選手はいいですね、こういう細かいパンチをコツ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 、はい、左クー、そして左フックを放っていきました。コツコツ当てていますよね、左クー、カシメロ、しかしこのジャブからおっと右フック、思い切り振っていきます。カシメロ右のアッパーです。そしてロープを背負わせる、さらに右のストレートを放っていく奥に、カシメロを捕まえたい時間、ただカシメロとしてもこの動きは止まりません。右放っていきました、左クー、もう本当に上半身ごとですねパンチを振り回してきますからね、山田さん。左クー、ちょっとバランスを崩した顔に左フックです。この一発の、そうですね、威力はすごいですね、そうですね、自分の体すべてのパワーを、体中にあるすべてのパワーをパンチに込めている、そんな風に見えますジョン・リル・カシメロ。さあボディに放っていく小木ではありますが、さて岩下さん、はい、まあ、かなり小木もですね、あの非常にうまい戦い方を見せているんですけれどもね、はい、それ以上にこう覚悟を感じますよね、魂をすごい感じますよね。そうですね、はい、この男には奇跡を運ぶパンチ拳があります。前に出る小国、そして一方のカシメロ、そのパンチをよく見ながら軽くジャブを放したからガードを固めて、ここはバックステップです。小国のパンチを見ています。ただ少し踏み込みを見せました、ワンツーボディにストレート。しかしこの踏み込んだ小国に対して頭を下げていきますカシメロです。そしてまた頭を下げて左フック、そして右ボディ狙っていきます。ワンツーを放っていきました小国、そして右のボディストレート左フック、カシメロです。近づいていくカシメロ、プレッシャーをかけていきます。そして右のボディストレート、左右のボディコンビネーション放ってワンツースリー放っていきました。一旦クリンチブレイクです。残り時間はまもなく45秒になります。第3ラウンド、左のジャブは回復に行っています。そして右のストレートボディ小国です。さて、この第3ラウンド終盤に入ってきていますけれども、どうですか、はい、山本さん。いや、いいですね、カシメロの攻撃の後には必ず返して攻撃しているんで、そうですね、カシメロも、はい、そういう攻撃は上がっているんで、はい、いいですよね。ちょっとね、カシメロがね、あの動きがちょっと止まっているところがありますけどね、はい、小国としては自分のペースに持ち込めるでしょうか。この第3ラウンドは残り15秒になります。おっと、右フック、これは被弾した危ないところです。右フック、そして左フックを放っていきますカシメロ、頭下げて左フック前に出ます。しかしアッパーを返していく奥に、残り時間はとわずかになります。左のジャブを出していきました奥に、ワンツーを放っていったところで第3ラウンドが終わっています。岩下さん、はい、第3ラウンドの印象はいかがでしょうか。そうですね、奥にさん前半やっぱカシメロ来ますけど、後半しっかりポイント取ってるのは奥にさんなのかなとも思いますけどね、はい、カシメロも、まあ、疲れてるんだかこう雑にやってるのかちょっとよくわからないですけど、うん、はい、後半やっぱり雑になったりとかダラダラするところがあるので、そこの印象としては小国さんすごいいいと思いますね。なるほど、はい、小国幸典です。なんかラウンドの時点の流れとしてもいいですよね。そうですよね、怒涛のように攻めてくる、カシメロの攻撃に対して飲み込まれないんですよね、はい、そこを我慢しながら、はい、その後に次の攻撃に行ってるんで、カシメロとしても嫌ですよね、ああいう、はい、まあ、あの 強打ではないんですけど、まあ、ああいう風にちょこちょこタイミングよく当てられたら嫌になりますよね。あの実にシャープに技術が光る、うん、まさにテクニックが光る特集ですよね、小国は。ラウンド4、小国さんのこれが真骨頂だと思いますよ、はい、さあ第4ラウンドが始まります。左のジャブを見せる、そしてボディストレートから放っていきましたカシメロです。そして入っていった左フックを出すカシメロでありますが、ここはクリンチした状態です。レフェリーがまた入ります。どちらが徹底の相手に浴びせることができるのか。左フック放っていきましたカシメロ、右フックだ、右フックを放っていきました。ここでバッティングですかね、どうでしょうか。今どうでしょう、今ですねドクターのチェックを受けているところでありますが、ちょっとねカメラの向こう側の方に、我々は放送席の向こう側の方だったんですから、第4ラウンドの途中青コーナー小国幸典選手頭部をカットいたしました。この負傷は偶然のバッティングによるものです。
その前か、その前ですかね、偶然のバッティングという今、ね、アナウンスがありましたけどね、ちょっとね、待ってください、いやいや、止められてしまいました。流血が止まりません。小国幸典です。偶然のバッティングによるストップでございますので、この試合はドローを引き分けでございます。なんと思わぬ結果になりました。ドローです。この試合の勝敗は4ラウンド27秒、4ラウンド27秒、勝引き分けでございます。Okay, so that is the end of the fight. It finishes on a technical draw decision. To be honest, that was probably not the best fight to showcase Casemiro's skills, but it was his last performance, so it does show us where he is now with his abilities. After watching this particular fight, I can see that Casemiro definitely has some positive attributes going into a defense fight with Inoue. However, from my end, I would favor an Inoue win in this fight. So, what I want from you guys that favor Casemiro is to let me know in the comment section why you believe Casemiro would beat Inoue. I know that many of you from the Philippines will be watching the Inoue Tapales fight, and a lot of you are also interested in Inoue fighting Casemiro. So please provide your insight and knowledge within the comments. What inside information can you give us about Casemiro that we would not be able to see within this fight that we have watched today, that would allow us to know why you think he would beat Inoue? Anyway guys, that's all for now. I really hope you enjoyed watching the video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed watching this particular update. Leave a comment within the comment section if you want to add anything about Casemiro or Inoue. So until my next one, peace out.